ワオ様。おはようございます。おはようございます。今日はですね、ここサニーカントリーでですね、僕の練習を撮りたいと思うんですが、ワオ様ではおなじみのコウちゃん、スノーボーダーゴルフ部新潟支部コーチやってます。コウちゃんです。ふーちゃんの。そうですね。コウちゃんね、どんな人かっていうとね、十何年ゴルフやってて、うん、このサニーカントリーの、うん、まあ、スタッフで働いてたんですけど、うん、でプロを目指してて諦めたみたいな。もうほぼプロですね。ちょっとゴルフ上手い人。今日はここを使わせてもらってアプローチを強化したいと思うんで。アプローチ、うん、女の子へ。女の子のアプローチも下手なんですけど。もうゴルフの一番大事なとこ、より高みを目指して、目指してやりましょう。はい、よろしくお願いします。まず僕の普段のアプローチを見てもらって、はい、驚くところじゃない、まだまだ。それでそこは違うよとか、もっとこうした方がいいよとか、はい、めちゃくちゃいいねとか、はい、めちゃくちゃいいねとか、めちゃくちゃいいねとか、めちゃくちゃいいね。見せてもらいましょう。まずこれ10ヤードぐらいだよね、これ多分、はい、本当に10ヤードかなって。 9.5、 傾斜がこういう風にスライスなんで、はい、左目を狙う、はい、若干下りなんで8ヤードぐらいを目指して打ちます。こういう時は僕56度。はい、もう一球、うん、なるほどですね。自分でやってて、はい、これ良くないなみたいなのとかあります？ちょっと緩んじゃってる感じはありますね。ちょっと緩んじゃってるぐらいですか。他は完璧だと思います。他完璧ですか。最初に距離計で測ってたじゃないですか、はいはいはい、パッと見10ヤードぐらい。感覚的にはアプローチってゴミ箱にゴミを投げ入れるぐらいな感じなんですよ、はい、聞いたことあります。もう手でこうやってボールをポンって投げた時に、うん、まず寄らないと、うん、わ、すごいじゃん。感覚がないんですよ、はい、お、でもいいじゃないですか、うん、これをアプローチでやればいいだけ。もうさっきよりはるかにいいです。ラインの取り方。本当だ。やる前に球投げたらいいんじゃない？うん。ペナルティ。打ち方はぶっちゃけめっちゃいい。あ、いい。うん。もう何も変える必要なくて。だってベニヤであれって言ったでしょ。ベニヤで片手打ち、うん。あれ毎日やってます。あれやってんだったらまあこうなるわなっていう、うん。そう。ライが悪いとこでもストレスないもん。なんか思ってたより3倍ぐらいいいです。あらららら、らめちゃめちゃいい。なんかあんま褒めんのも尺だけど。じゃあちょっとフェース開いて打ってみたりとか。56でいいんで。上げてくださいよってこと？上げなくていいです。フェースを開いて打ってみてください。え、うん、あ、やっぱスピンがかかってる、うん、いいですね。まあ、ちょっと打ち方的にはカット軌道、はい、カット軌道になっちゃってるから球がこう曲がってっちゃうけど、でなんで今開かせたかっていうと、うん、最初がちょっと閉じ気味だったんですよ。それでもスクエアよりもちょっと気持ち開いてる感じなんだけど、もう少し開いた方がいい、閉じてると地面からのボールって結構拾いづらい。さっきなんかまっすぐ構えた時に薄い当たりがあったんですけど、はいはいはい、あれが僕は嫌だから。距離感また変わっちゃうよ。いえいえ、もう変えてきましょう。カットにしなくてもいい。しなくていいです。普段片手打ちとかしてる時と同じように打っていいです、はい、うん。やっぱ右に行っちゃうような気がしちゃうんだけど。それは右に打ってるだけです。うん。うんうんうん。あ、本当だ。あんくらいしっかり振りたいんですよ。うん。今のとかめっちゃいいです。今のまっすぐっすね。気をつけてることはこの距離を絶対変えないっていうのをいつも意識してます。いや、うまいもん。ありがとうございます。実践的な考え方も、実践的な考え方っすね。こっちが一番低い、はい、ストレートの上りのライン、こっちから下り、こっちから打つとフック、こっち
回打つとスライスになるんですけど、ドギーさんが今打ったボールの中でパーを取れる確率があるのは上りのパットの方が可能性が高いからこっちのボールです。逆にこっちのボールは10中7、8ボギーになるからミスショット、狙うのは基本的にこっち側、上りのパットを残すアプローチを意識してアプローチしなきゃいけない。そんなこと考えてるのか。考えてます。じゃあですね、この下りですね、結構下ってます、はい、こういう時に今年から僕導入したんですけど、62度だったら簡単に上がるかなと。なるほど、うん、例えばこういう結構下っててとか、はい、あと砲台でワンバウンド目がラフが来ちゃうようなとことかで意外とうまくいっちゃってます。これが10ヤードぐらいか。これもちょっと一応確認します。まあ好きにどうぞ10ヤード、あ結構目線でもいけてるよ。もう多分距離感はあるんですよ、うん、56は右足の前、62はこの左足の前ぐらいで構えてます。振り幅は多くなる、大きくなる、はい、はい、うん、うまく打っちゃったな今。はい、ミスですね。いやでもうまいんですよね。やっぱ練習してるから、うん、打ち方はすごいいいです。上げたい時に56よりフェイスを開かせるよりも簡単に上げてくれるっていう考えでやってます。間違ってる実はウェッジって閉じてるよりも開いてた方が簡単なんですよ。バウンスが当たって、はいはい、もう少しレパートリーが増えれば62あれいらないなって思う時は多分来ると思う。同じ球を56で打てるようになるっすね。うまい。うまいですか。うまいっす。じゃあ今度は遊び的な応用編。ドギーさん結構もうオーソドックスなアプローチはうまい。あとは遊びが出てくるとまたワンステップ上がるかな。うわそれ欲しいっす。ドギーさん普段練習してる時とかって、うん、ザ・オーソドックスでこう短く持ってやってるけど、はい、じゃあ長く持ったらどうなんだと。これ長く持ったらどういう感じになると思うんですか。普段よりも飛んじゃう。いや普段よりも飛んじゃうってことは、うん、普段よりもスピンがかかりやすくなるんですよ。そうなの。はい、で球も上がりやすくなるんですね。長く持つことで逆に普段よりも高い球を打ちやすくなったりとか、スピンがかかりやすくなったりとかそれはやったことないです。とかとヒール上げちゃう。ヒール上げると低い球になるんだけど転がる、ラインが出やすいんですよ。芝の突っかかりも減ったりするんですよ、はい、これも使える技なんですよ、はい、あとはドン開きでめちゃめちゃフェース開いてるけど低い球、ういこうするとスピンがなおかかりやすい、これ超上級編です。それはいいかなそれはいいですか。遊び程度に高い球を打ってみたりとか。うわビタ逆に小さくなってこうやってやったらどうなるんだろうとか、こういうのもバリエーションで転がしでちょっとやってみます。やってみましょう。本当長く持つっていうのはやったことないですよね。やったことない。フェース開いてもう少し開いて、うん、でしっかり振っちゃって大丈夫です。しっかり振っちゃっていいんですか、うんほら、あらららららららこんなのでもやる人もいるの。これ全然いるっす、全然いるっす、これめっちゃいいじゃないですか。で、あとはなんだっけ、転がしか。ちょっとヒールを上げてみる。近づいて、登壇して、ね、コツはちょっとね、閉じるぐらいでいいです。ちょっとこう、ねちっこいようなとこでもわりかし素直にボールが出やすい、うん、でも本当転がる。あ、こんなに転がるんだ。これはいろいろやらなきゃダメですな。ダメです。もっと手元上げちゃっていいですよ。これぐらい、はい、そうそうそう、ラインも出るし。うわ本当だ。じゃあトーダウンしたら次どっちですか。トゥーアップ。トゥーアップになるっすよね。トゥーアップした時はめちゃめちゃ開けるっす。重心低くしないとトゥーアップできないです。できないです、できないです。これがロブショットの打ち方です。ありがとうございます。これでもあんまり腰をこう回すイメージじゃなくていいのか。あ、いいです。でもやっぱこれ難しいね。ここぞという時しか使わない。これよりもやっぱ転がしの方が安全だよね。なんか引っかかんないし、はい、うん、はい、あ
ありがとうございます。アプローチにもいろいろあるんだなと、はい、このアプローチを毎日ベニヤで打ち続け、はい、本当にアプローチの重要性をもう肌で感じてます。いやもう本当一番大事なところです。で今みたいに引き出しがあったらいろいろなライで出せるような時も、引き出しをなんとなく自分で増やしたりとか、うん、遊ぶのがすごい大事、うん、ドギースタイルがなんか出てくると嬉しいかなみたいな。3年で基礎を覚えてこれからは発展編ということで。発展編です。楽しかったですか？いや楽しかったですということで、こうちゃんこれからもアドバイスください。頑張って精進してください。はい、ありがとうございます。また来週。また来週。ということでですね、番外編いきなり始まった。ドギーイコール飛ばない人なんで、飛ばす方法を覚えてたらちょっとずつでも距離が伸びていけばなって思ってるんで、ちょっとワンポイントでも教えてもらっていいですか？わかりました。じゃあ今日はどれぐらい行くのか、普段な感じをちょっといきます。そうですね。今日一日お願いします。お願いします。めちゃめちゃ良くないですか？42だ。じゃあちなみに、飛ぶなやっぱり。47ですよ。秘訣ありますか？もうただ単にヘッドスピードを上げるみたいな。スタンスが普段がこんくらいだとしたら一足分ぐらい、うん、広げる体重の移動をちょっと強く、あとはボールのティー飛ばしたい時は高め、ちょっとこうアッパー気味に広くして、こうしてこうね。で本当に飛ばしたかったら先にこっち持ってこっちで素振り、思いっきり振っていいっす。うわ、お、めっちゃ飛んでるこれ。ほら、お、すごい 47.2。 あんな振ることないけどね。スタンス広くて体重移動、意外とドスライスとかしないんだね。基礎があるから、基礎があるから。さすがに 48.2。 おー、来た来た。あ、51。51。俺もラストドラコン選手みたいに いや、いいすげえいい、ど真っすぐ 48.4 だもん。いや、あれぐらい振りたい。あんなに？いや、でも可能性感じました。先生、ありがとうございました。先生も51出たんだね。はい、もう体が痛いです。はい、ありがとうございます。